私は夫の仕事の都合で急遽インドに行くことになりました。で、マンツーマンレッスンでは自己紹介から、インドで起こりそうな様々なトラブルの対処法を学びました。例えば、タクシーでぼったくられないようにする交渉術だったり、あとは、食中毒になりそうなものを勧められた時にやんわり丁寧に断る言い方等を学びました。今では、それらをインドで使うのがとても楽しみです。